時と同じ時間繰り返してる。とある同窓会、たった一人でタイムリープに陥ってしまった聖子は、理不尽な10分間の繰り返しから必死で脱出しようと試みるが、募る苛立ち、続く無理解、なぜかエスカレートする無駄話、たった10分で何ができる？珠玉のシチュエーションコメディにして中野劇団の代表作 SP 水曜劇場に登場。ご期待ください。